どこや、卵です、ショーカーどこや、さすが品海峰、シューマイです、ここレートの小籠包です、おいしいです。101の鼎泰豐を食べに来ます。11時始まります。MRT からも早いですよ。101の鼎泰豐は旗舰店です。商店じゃなくて旗舰店、結構立派の店で、二代の意味で。もう並んでます。で、番号を取りに行きます。这边取号码吗？一番右側で、中で食べる人は番号を取って、そこから番号を呼ぶから。20から30分待つ。こっちが外帯の持ち帰り。結構流れが早いですよ。あと月です。でこれ QR コードを入れたら番号見えます。すごく広いです。これ食べ方とか北京語と英語を書いてる、韓国語で、日本語は特別に書いてます。と醤油が1、酢が3で、この中に入れる。店員さんは大体日本語できます。あとは週末が限定の小籠湯包があります。小さいの小籠包でスープついてる、スープと一緒に食べるみたいです。いました、酒漬けの鶏肉、紹興酒で漬けたの鶏肉。うん、昔から有名です。変わってない、美味しい。これはナス、これ野菜はナスにしました。小籠包がメインだから。これすごい、これ台北の店だけで週末だけある。しかも昼ね、夜はない。で、この小籠包とやり方違うのは、この膜のところは下に向ける。ほら、下に向ける。逆。で、さっき食べ方が紹介しました。ショーカーと食べると、粒入れて食べる。いただきます。
暑いと思いますから出しよう。このサイズは普通のトロンボより小さい。まあ小で15で大きいのサイズは25。卵です。消化と思って。卵です。一旦吃。然后メニューは書いてますね。この101店と総店と台中と高尾だけある。台湾ハンバーグ。しかも週末の昼。初めてです。小籠包来ました。あの小籠包小は5つで大きいサイズは15。小の頼みました。いただきます。サイズ全然違います。普通に上に巻いてる。あ、还是一样很多汤汁。さすが鼎泰豐。美味しい。这个小笼汤包跟这个小笼包里面内容不一样。さっき店員さんに聞いて、小笼汤包と小笼包何か違いますね。全く一緒です。ただこの大きいの小笼包は出汁が多いです。鶏スープでスープを すごく熱い、気をつけて。鶏の風味がすごい濃い。鶏肉も結構量がありますね。柔らかい。柔らかい、取れない。なんと、肉。本当に柔らかい。スープは美味しいですよ。ちょっと。チャーハン来ました。ここチャーハンも名物です。チャーハンの種類はエビチャーハン、豚肉チャーハン、エビ豚肉チャーハンとエビも豚肉も入れてないの野菜チャーハン。今日は豚肉とエビの頼みました。虾仁肉丝蛋炒饭。エビはここいた。色もすごくいいですね。いただきます。米と米が分けてます。おいしい。味付けもちょうどいい。シューマイです。今頼んだはランキングの中でおすすめ小籠包。これ、鶏スープ。かわいいですね。这样子吗？なんか印鑑みたい。カードも違う。こっちも出汁がいっぱいある。気をつけて、暑いです。すごく暑い。小籠包と違うわ。
あのちょっと皮の太さが食べにくいかもしれない。ちょっと大きいから。カニ。カニがいる。カニ小籠包です。さっきのシューマイが厚かったから気をつけます。皮が薄い。ちょっとカニの色がついてる。カニ味噌の色。カニ味噌。カニ味噌の味が濃厚。うん、元味より美味しい。私は好き。谢谢。ディザートです。ディザート来る前は一回全部片付けて、でお皿も箸も新しいの変わります。すごいね。チョコレートの小籠包です。チョコレートのディザートは大きいのまんじゅうと小さいのまんじゅうと小籠包の方があるから、こっちの方がおすすめですよ。いただきます。好可愛哦。こっちも塩の頼みました。5つです。好好吃哦。美味しいです。2回のチョコレートじゃなくて、でもそんなすごく甘いでもない。皮とちょうど合うの感じ。うん、おいしいですね。私も甘いのデザートの小籠包の芋、3種類あるね。芋、チョコレートとあんこ、あんこは、はい。もともとあんこと芋は好きじゃなかったですが、年が取ると変わります。最近芋が少し食べれます。あまり甘くない。チョコレートより甘さが半分ぐらい減る。うん、ちっちゃくていい。ごちそうさまでした。会見の時はこれ、あの持ってこっちに入り口のところです。Thank you.